モンカさん、おはようございます。リエさん、おはようございます。今日は秘密の森に来ております。マリちゃんさん、おはようございます。はい、ここはね、蚊がいるのでね、ちょっとあまり来たくないんですけど、まあ、ここはとても好きなとこなので、今日は涼しいので蚊が少ないんじゃないかなと思って来てるんですけど、もう来てますね。みーちゃんさん、おはようございます。おはようございます。それではですね、歩きましょうね。おはようございます。秘密の森ですね。秘密の森です。まず皆さんにちょっとお見せしたいのは、毒ダミですね。まあ、毒ダミは毒消しの花なかもしれませんが、皆さんこの毒ダミをよく見てください、ね、毒ダミ、十字架なんですよね。十字架の花、十字になってるでしょ。毒ダミね、まあ、十字架花って言っていいかどうか分かりませんが、十字架ですね。はい、ルルさん、おはようございます。ジャンクさん、おはようございます。ユウさん、おはようございます。ちょっとこの木漏れ日というか、この森の感じいいですよね。ここもね、ここは本当に好きなところですね。リュウビさん、おはようございます。今日のタイトルはですね、今度の日曜日ですね、あと金土日3日後にペンテコステがあります。ペンテコステは聖霊降臨、聖霊降臨と言います。聖霊降臨というのは聖霊がこう降り注ぐということです。瀬戸子さん、おはようございます。文句さん、あ、昔毒ダミよくお茶にして飲んでました。そうですか、お茶にして飲めるんですね。今日はいい場所、あ、そうですね、ここはお気に入りの場所ですね。お気に入りの場所です。とても感じがいいと思いますね。森林浴です。そうですね、森林浴ですね。皆さん、こういうところはですね、まあ、天国チックと言ったらいいでしょうかね。天国を連想するような場所です。天国はもっといいとこですよ。天国はもっといいとこです。シャンさん、おはようございます。シャンさん、私たちは将来天国に行きます。天国は本当にあるんです。ヒットさん、おはようございます。アイポンさん、おはようございます。本当に天国はあります。ですから私たちは、このような自然の中で天国を待ち望みます。そして天国行くための準備をしています。天国行くためには、条件がある、んですね。あのバイク、私のバイク乗り捨ててあるのではなくて、私のバイクですね。太陽さん、おはようございます。ユビさん、それを大霊界じゃなくて大地獄ですね。ユビさん、大地獄に行ってはいけません、今せっかく放送に来てるんですから、イエス様を信じて天国に行きましょう。大地獄に行ってはいけません。今日のテーマは、ペンテコステと主の祈り。皆さん、主の祈りっていうのを知っている方もいると思いますが、主の祈りはいくつかの祈りがあります。その最初の3つの祈り、最初の3つの祈りがとても大事な祈りです。その最初の3つの祈りと、そのペンテコステと関係があるんですね。最初の3つの祈りとペンテコステと関係があります。まずですね、天の父よと、主の祈り、天の父よ、天のお父様という呼びかけからあります。主の祈りは弟子たちがイエス様に向かってどう祈ったらいいですかと聞いたときに、イエス様がこう祈りなさいと教えてくれた、祈りですね。主の祈り、まず一つは、皆が崇められますように。
皆が崇められますよ。これはですね、一番の祈りです。一番の祈りですね、言語のギリシャ語ではですね、崇められますようにという意味と、清くされますようにという意味と両方あるんですね。ですから、両方の意味を考えるといいと思います。シャンさん、夢で見たのですが、天国の入り口はお花で飾られた綺麗な門がありました。アメン。皆さん、シャンさんも、天国の入り口を見たんですね。素晴らしい。天国の入り口を、見たんですね。素晴らしいですね。お花で飾られた綺麗な門がありました。多くの人が天国を見ました。本当に天国があるんですね。それで、皆が崇められる。皆さん、皆が崇められるってどういうことでしょうか。皆が崇められる、それはですね、その弟子たちは礼拝をします。イエス様を礼拝します。それは皆を崇めていることになります。そして私たちは賛美します。祈ります。それは皆を崇めていることになります。イエスキリストの、イエス様を信じる、イエス様を信じる、イエス様に従う、これも皆が崇められることになります。そしてイエス様の教えを守る、イエス様の教えを守る、これも皆が崇められることになります。そして私たちが、清く正しく生きる、清く正しく生きる、これは、主の皆、主の皆がですね、清められていることになるでしょう。もし私たちが罪を犯すならば、主の皆を汚すことになるのです。罪を犯すということは神様の名前を汚すことになります。もし私たちが良いこと、正しいこと、御心にかなう行いをするならば、私たちは、神の名を、清くしていることになるんですね。そして、ペンテコステというのは、聖霊が注がれることですが、聖霊が注がれると、ですね、その皆を崇めるようになるんですね。ペンテコステの時に聖霊が注がれたら、弟子たちが賛美したと書いてありますね。賛美した、つまり、聖霊が注がれることによって、私たちは、主の皆を崇めることができる。ハレルヤというようになるんです。聖霊が注がれないと、主の皆を崇められないとも言えるでしょう。聖霊によってイエス様を告白する、聖霊によって、イエス様を証しするとありますが、まさにそういうことです。私たちは主の皆が崇められますようにというのはですね、まさに、聖霊によって、力強く、イエス様を賛美し礼拝するということなんですね。ですから、ペンテコステと主の祈りは大いに関係がある、と言えるでしょう。リバイバルですね。リバイバルによって多くの人はイエス様を賛美するようになるということです。御国が来ますように、一つはですね、この間やりました、神の指で、神の御霊によって悪霊を追い出すと神の国が来るとイエス様おっしゃいました。つまり御国が来るということは悪霊を追い出すということとも言えるわけですね。悪霊を追い出すことによって御国が来る。そしてそれは聖霊によって、悪霊が出る。つまり御国が来ますようにというのは、まさにリバイバルのことであり、
ペンテコステのことなんですね。タケルさん、聖書にはですね、イエス様の教えが書かれているんですね。聖書にはイエス様の教えが書かれています。直筆ではないかもしれない。しかし内容が問題なんですね。内容がどうかです。聖霊というのはですね、神の霊ですね。神の霊です。シャンさん、ある日の晴れた午後に空を見上げていたら雲が風で集まり、イエス様のお顔になって驚いたことがあります。わあすごい、よくありますよね。雲がですね、神様の顔になる、イエス様の顔になる、そういうそのことが今までに何回もあって、ネットで調べると出てきますよ。ネットで、雲がですね、イエス様の顔になる、神様の顔になるというのがよくあります。シャンさん、それを見たんですね。素晴らしい。今度見たら写真撮ってくださいね。今度撮ったら写真撮ってください。リュウビさん、神が近くにいるから変なことができない。そうですよ。変なことしちゃダメですよ、リュウビさん。変なことしないで、良いことだけしましょうね。変なことできないから天国行けないっていうのはちょっとそれはまずいじゃないですか。家のタンスの片隅に聖書あったよ。ああ、よかったですね。じゃあ神様がそれ読みなさいということなので、見つかったことには意味があります。それは読むために見つかったんですよ、ナナさん。よかったですね。キューちゃんはまだ、免許返納しないんですか。もし私が免許返納したら、バイクで来れないですよ。バイクで外配信できません。それはちょっと困りますね。まだまだ大丈夫です。そして、御国が来ますようにというのは、神の国が来ますようにということですが、イエスもおっしゃいました。神の国とその義を第一に求めよ。神の国とその義を第一に求めよ。私たちは、聖霊によって悪霊を追い出し、神の国を求めなければなりません。ぜひ皆さん一緒に、神の国を求めましょう。信仰的に歩んで、信仰的に歩んで、神の国を求めましょう。悪霊を追い出し、悪霊を追い出し、イエス様の御名によって、イエス様の御名によって悪霊を追い出し、そして、信仰で歩んで、信仰で歩んで伝道して、神の国を求めましょう。そうすれば必要なものを与えられると書かれています。バイクはちょっとしたことでも大怪我するから気をつけてな。ありがとうございます、ゆうびさん。そうですね、バイク怖いです、本当にね。まあ倒れやすい、ね、倒れやすいので。シャンさん、はい、今度見たら写メに残します。あ、そうですね、ぜひ、写真撮ってください。それから、主の祈りの3つ目、主の祈りの3つ目は、御心が天で行われるように地でも行われますよ。御心が天で行われるように地でも行われますよ。今この地上ではですね、御心が行われてません。この地球上ではですね、もう暴虐で満ちている、悪で満ちている、罪で満ちている。ニュースを見るともう、犯罪犯罪犯罪、スキャンダルスキャンダル、殺人殺人、もう本当にですね、ニュースを見れば分かります。この世は御心が行われてないんです、ね。ジュデロンさん、やはり日本人は戦争の罪をアジアに謝罪すべきですか。私はそう思います。謝罪するべきだと思います。ジャンクさん、今日も教会へ行く予定です。
今週も教会行く予定です。ペンテコステでリバイバルが起こることを望みます。私ようなものに聖霊様が心に入ってくださることを祈ります。はい、ジャンクさん入りますよ。求めてください。聖霊様は喜んで来てくださいますよ。モンカさん、神の国を求めます。イエス様に褒めてもらえるような人生を送りたい。アメン、アメン。昨晩出て行けと何度も言ってました。怒ってたんですが、いや、あれはですね、人間に向かって言ってたのではなくて悪霊に向かって言ってたので、ごめんなさい、誤解された人がいたら申し訳ないですね。あれは人間に言ってたのではありませんね、悪霊に言ってたんですね、ごめんなさいね。武田さん、暴虐に満ちたこの世、イエス様は何もしないで見つめているだけなのでしょうか。そんなことはありません、そんなことはありません。イエス様は、この世を、ね、この世を取り返すために十字架にかかって死んでくださったんです。十字架にかかって死んでくださって、クリスチャンを通して、クリスチャンを通して、人々を悪魔から救う働きをしています。この2000年間たくさんの人が、悪魔から救われました。でもこの終わりの時代、もっともっとたくさんの人が救われます。日本でもたくさんの人が救われます。ですから皆さん、信仰で立ち上がって、信仰で立ち上がって日本を救おうと思ってください。一緒に皆さん、神の兵士になって、信仰で日本を救おう、信仰で日本を救おうと思ってください。イエス様はそういう、ね、信仰で歩むものをも求めています。信仰でイエス様に仕えるものを求めています。デリヘルのドライバー、ぜひ、仕事を変えてくださいね。ぜひその仕事は良くないでしょうね。神様に栄光を返すよ、神様の皆が崇められるような仕事をしましょうね。神の名が汚されるような仕事は、よくありません。シャンさん、このように教会がなければ私たちは迷える子羊のままですね。地球上の兄弟姉妹がたくさん増えて教会に導かれることを願っています。そうですね、アメン。ジャンクさん、イエス様はマグダラのマリアも許してくださいました。罪で汚れた私めを許してくださいますよ。心から悔い改めれば、許されます。天使コスチューム、カトリックはダメでしょうか。カトリックはですね、もうなんて言うんでしょうかね、福音主義じゃないし、聖霊主義じゃなくて、もうなんて言うんでしょうかね、キリスト教と言えなくなっちゃったんですね。なぜかというと、他の宗教でも救われる、他の宗教でも救われると言ってますから、もうカトリックはキリスト教とは言えないんです。ハナさん、おはようございます。おはようございます。麻生牧師は運転免許の返納は考えてますか。もうちょい先ですね、もうちょい先、まだまだ必要です、まだまだ必要です。昨日、キリストが槍を投げる夢を見ました。これはいいことですか。そうですね、日本にですね、槍を投げて、まあなんて言うんでしょうかね、日本に新しいことをされるという意味かもしれませんよ。イエス様が日本に槍を投げて日本を変えようとしているというふうに考えられます。ですからこの地上にはですね、御心が行われていません。この地上は暴虐に満ちています。天国では神の御心が行われて、平安で平和でですね、素晴らしい世界になっています。
で神様は、この、御心がこの地に行われるように願っています。どうやってですか？クリスチャンを通してです。クリスチャンは、神の御心を行うように、訓練しているわけです。クリスチャンを通して、クリスチャンを通して、この地に御心が行われるようになります。それがペンテコステ、それがリバイバルです。それは皆さんの働きなんです。皆さんがイエス様の教えを学んで、そして信仰で立ち上がって、今までの生き方をやめて、今までの生き方をやめて、御心を行うようになること、皆さんが罪を犯すことをやめて御心を行うようになることが、それが、主の、祈りです。天で御心が、なるように、地でもなるように、皆さんが、その御心を行う働きなんです。ですから皆さん一緒に、この地で御心を行いましょう。シャンさん、連日連夜日々心の中でお祈り続け、事件事故が減少するように願っています。素晴らしい。イエス様は今も生きていらっしゃることは、祈りは主に通じ叶えられることを伝えたいです。アメン。今も生きていらっしゃること、祈りは主に通じ叶えられることを伝えたい。そうです。もう門下さんは、コメントを通して伝えています。コメントを通して伝えてますよ。蚊がいるんですね、ここはね。ヒットさん、牧師の言われる通りにするとおのずと道は開けますか？イエス様の言われる通りにすると道が開かれます。イエス様の教えを守ると道が開かれます。ソルジャーさん、おはようございます。ミームさん、おはようございます。みーちゃん、お祈りはまだあんまりしてません。ちょっとしてみます。アメン、アメン。イエス様は地上になんで姿を現さないんですか？もうすぐいらっしゃいます。もうすぐイエス様が来られます。もうすぐイエス様が来られます。はい、ハナさん、おはようございます。再臨はイエス様が、来られることです。ペンテコステは聖霊様が来られることですね。ペンテコステは聖霊様がこの地上に2000年前に来ました。再臨はイエス様がもう一度この地に来ること、イエス様がもう一度来ます。イエス様は、まさにイエス様が来るときに、この世は裁かれ、この世は、神の国になります。この世は神の国になります。ミームさん、生きるのが辛いですがどうすればいいですか？まずですね、イエス様に心を開きましょう。そして、その生きる力、生きる喜びをもらう必要があります。ミームさんには生きる力が必要なんですね。生きる力をイエス様がくれますよ。そうすれば辛さがなくなってきます。裁きに来るなら来ないでほしい、そういうわけにはいきません。神様は新しい方ですから、必ず裁きます。正しい神が裁かなかったら正しいとは言えなくなるわけですね。神様は愛の方でもあるけれども、正義のお方でもあるわけです。正義ならば悪を放置することはできないのです。
ペットや動物は天国に行けないのでしょうか。クリスチャンのペットは行けるという話があります。皆さんが死んだペットに会いたいならクリスチャンになれば会えるかもしれません。シャンさん、祈りは継続は力なりで、皆の祈りが必ずイエス様が答えてくださいます。アメン。そうです、イエス様は祈りを退けません。祈りを喜んで聞いてくれます。ですから皆さん、祈りによって戦いましょう。祈りによって皆が崇められ、祈りによって、御国が来て、祈りによって祈りによって、御心が行われるようになるでしょう。そうですか、ハムスターが亡くなったんですか。かわいそうですね。はい、それでは明かしタイムいきましょう。明かしタイム、イエス様を信じて、イエス様を信じて、今まで、神の御名を汚していたけど、これからは神の御名を崇めるようになった証。以前は神の御心を行わなかったけれど、イエス様を信じて神の御心を行うようになった証。スタートスタートスタート。愛子さん、いいですよ、ね、祈っておきます。ゆうびさん、人間は天国へ行くのはほんの一握りですか、かね。そうです、天国に行く人は少ないのです。ですから皆さん、熱心になって、熱心になって天国に行きたいと思ってください。多くの人は行けないんです、ね。多くの人は天国行けませんから、皆さん熱心に天国に入りたいと思ってください。みーちゃん、イエス様の命令をちょっとずつですがしています。それを良くなるといい、良くなるとな。そうですね、ちょっとずつしか、人間は弱いですから、イエス様の教えをちょっとずつしかできません。ちょっとずつしていきましょうね。イエス様の教えをちょっとずつでもしていきましょう。ヒットさん、一握り以外の人は地獄なんですね。そうなんです。だからこそ、だからこそ私たちは、一人でも行ってほしくないから、一人でも救われてほしいから、熱心に伝道する必要があるんです。多くの人が地獄行くことは、それは、とても残念なことなんですね。残念なことなんです。シャンさん、イエス様を信じてお祈り続けて、隣人の悪霊も静まっています。良かったですね、それは素晴らしい。モンクさん、今は悔い改め、イエス様に罪を取っていただき、神の御心を行うようになりました。絶対に天国に入りたいです。そうです、モンクさん、そのような決心が必要です。もう絶対に天国に行くんだ、絶対に天国に行くんだという決心が必要です。そうしないと強く歩むことができません。その強い決心が、強い決心が本当にそのようになっていくのです。ゆうびさん、地獄に行ったら永遠に、永遠にですね、そこにいなければなりません。生まれ変わることもできません。
アラネさん、信仰してない人でも天国に行けるんですか？行けません、行けません。ジャンクさん、昨日のキューチャー牧師の伝道配信で私の不貧困が少しでも減らせるような気がしました。今日の伝道配信で毎日祈る大切さ、イエス様を伝道する大切さを教わりました。イエス様とキューチャー牧師に感謝。ああ、よかったですね。そうです、そうですよ、私たちは、偶像に仕えたりお金に仕えるのではなく、イエス様に仕える必要があります。イエス様に仕えてこそ弟子です。イエス様に仕えてこそ、それは、イエス様に認められることです。ちいさん、おはようございます。この世が地獄だと思えば気が楽です。この世にはですね、地獄のようなところがありますね。でも本当の地獄はもう桁違いに地獄です。この地上を地獄からすれば、この世は天国のようなものです。でも皆さん、やはり、私たちは、この世の地獄を通して、地獄に行きたくない、この世の地獄を通して天国に行きたいと思うべきだと思います。ゆうさん、自分なりに毎日頑張っています。私も絶対に天国に行きたいです。アメン。よしろうさん、今生きていることを楽しみたい、肉で楽しむのではなく信仰で楽しみましょう。肉の楽しみは、それは本当の楽しみではありません。信仰の楽しみ、信仰の楽しみっていうのがあるんです。天国の喜びですね、天国の喜びで歩むことが本当の楽しみ、楽しむことです。天国ってどんなところですか？こんなところ、こんなところです、こんなところです。信じる者しか天国に行けないと書いてある聖書の一節、そうですね、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は神の怒りがとどまる、ヨハネ3章の後半、ヨハネ3章の最後にですね、御子を信じる者は永遠の命を持つが、御子に聞き従わない者は神の怒りがとどまる、その上にとどまるとあります。天国に行ったら地獄だと思う人はいないですよ。天国に原付がある。みーちゃん、イエス様を信じて道ですれ違った人に笑顔で会釈できたよ。キューちゃん、素晴らしい、それは素晴らしいですよ、ね、相手が、返事をしてくれなくても、気にしないでいいです。モーコさん、私は夢でイエス様を見た日から天国に行きたいと願うばかりです。なかなか信じてもらえませんが、イエス様は巨大な光だったと、光だったこと、天国はものすごく綺麗だったことを伝えたいです、ね、モーカさんは夢で、イエス様と会い、また天国を見ました。ぜひそれを証として伝えてください。タイさん、おはようございます。はい、ファイナルメッセージです。ファイナルメッセージ、主の祈りはまさにですね、ペンテコステのことであり、またリバイバルのことなんですね、リバイバルが来ると、リバイバルが来ると主の御名を崇めます。皆さん、ハレルヤ、ね、ハレルヤっていうのは、ヤーウェを賛美せよという直訳なんですが、それは主の御名を崇めていることになるんです。ヤーウェというのは、旧約の神の名前です。ですからハレルヤというのは神の御名を崇めていること、ですからハレルヤというのはとても大事な言葉だということですね、ハレルヤ、それは神の御名を崇めています。そして御国が来ますように、まさに、リバイバルの祈りは御国を待ち望む祈りですね。
それから御心が天で行われるように地で行われますように。これは私たちが、ね、聖霊の力によって御心を行うことですね。私たちがイエス様の教えをしっかり、聖霊の力で守って良い行いをすることによって、良い行いをすることによって御心が行われます。ですからペンテコステ、聖霊が注がれるときに主の祈りが成就するわけですね。聖霊が注がれなければ主の祈りが成就しないということになります。ですから皆さん、ペンテコステがとても大事だということをお分かりでしょうかね。ペンテコステがとても大事だということを理解してください。それでは、ここは角笛できそうですね。ちょっと角笛、最近音が悪いんです。今日の放送を見て、主の皆を崇めたい、主の皆を崇めたい、御国が来てほしい、御国が来てほしい、御心を行いたい、そう思う方はアメン。皆を崇めたい、御国が来てほしい、御心を行いたい人、アメン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 。ペンテコステリバイバルによって、ペンテコステリバイバルによって主の祈りの成就つのべ、主の祈りの成就つのべ。アメン、アメン、アメン、アメン。天のお父様、主の皆が崇められますように、あなたの尊い皆が崇められますように、偶像の名が崇められています。この日本が、日本が変えられて主の皆が崇められる国となりますように。そして御国が来ますように。この悪魔の国に、悪魔の国に神の国が来ますように。イエス様、どうぞ神の国を与えてください。この地は、暴虐に満ちています。罪と悪に満ちていますが、クリスチャンを通して天で御心がなるように行われているように、この日本でも、神の御心が行われますように。クリスチャンを通して神の国が行われますように、神の御心が行われますように、神の御心が行われますように。どうぞ今アーメンと言った方々が、これから神の御心を行う人生、自分のための人生ではなく、欲のための人生ではなく、神の御心を行う人生となりますように。彼らを救ってください。彼らを祝福してください。日本を作り変えてください。日本にイエス様来てください。聖霊様を強く強く注いでください。あなたが必要です。聖霊様が必要です。日本が滅んでしまいます。多くの人が滅んでしまいます。滅ぶ前に憐れみを与えてください。日本を憐れんでください。日本の罪を許してください。彼らは何も知らないのです。彼らは何も知らないのです。日本を憐れんで日本を救ってください。イエス様、お願いします。イエス様は日本を愛しています。日本は あなたのものです。日本はあなたのものです。日本から悪魔悪霊を追い出し、悪魔悪霊を追い出し、神の国を与えてください。神の国を与えてください。神の国を与えてください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン、アーメン、アーメン、アーメン。皆さん一緒にアーメン。はい、皆さん期待しましょう。期待しましょう。日本は変わります。日本は変わります。イエス様が変えてくれます。偶像崇拝の国、暴虐の国ですけど、イエス様は日本を愛しています。日本を愛しています。日本が変わります。一緒に祈っていきましょう。一緒に祈っていきましょう。
それでは皆さんまた夜7時にお会いしましょう。良い一日を。シャローム、シャローム、良い一日を。シャローム、シャローム、ありがとうございました。ありがとうございました。